はい、どうも皆さん、お疲れ様です。アーマードコア6、ファイヤーズ・オブ・ルビコン。現在3週目のミッションをやっているところです。実を言うとですね、S ランク獲得をやってまして、一応ね、3週目で出てないミッション以外は全部 S ランク取れましたんで、これからね、新しく追加され3週目のミッションのやつを、クリアしていきながら S ランク取っていきたいなと、思っております。非常に、ね、S ランクに関しては、動画も録画してますんで、おいおい出せたらいいかなと思っております。というわけでね、早速ですが、チャプター5、3週目のミッションですね。こちらの方を、本当に初見なんで、ちょっとよく分かってないんですけども、見ていきたいと思います。強化人間 C4621 レイブン、オールマインドだ。あなたの協力により計画の成就が近づきつつあります。ルビコン技研都市における戦闘では、企業の主力パイロットが複数名死亡しましたが、我々の情報操作によりあなたも同じく死亡したことにしてあります。とはいえ、身柄の安全まで保証するには我々の保護を受け入れてもらう必要がある。強化人間 C4621 レイブン、ウォッチポイントアルファの震度2を遡り、我々との合流地点を目指してください。なるほど。説明は以上です。あ、それだけですか。ウォッチポイントアルファの震度2、わかりました。というわけでね、アセンブリの方はこちらですね。これ、S ランク取るとき、大抵この機体で出てます。ほぼほぼ、ボス戦とかいろんな、ミッションありましたけども、この機体で、ほぼ S ランクはね、取れてるのかなと思います。非常に超重心ハンドガンと、このランセツ AR、ペテが入ってから強くなった2つなんですけども、非常に使いやすくて、実銃なんでね、弾薬機も抑えられるので、すごくいいなっていうのと、個人的にあとはね、この肩の VS703PM、これね、なかなか威力もあって使いやすいなっていう、もともとこれも情報修正ちょっと入りましたけどね。そして極めつけはやっぱこのパイルバンカーですね。このパイルバンカーによって、クリアタイムを縮めて S ランクを取りに行けると、ということなんですけど、全然分かってないんで、早速初見でなんですけど、やっていきましょう。ゴール地点まで到達していただければ、何人もあなたを脅かすことはできなくなります。はあ、でもコーラルリリースの計画をエアーと知りたいから、わざとオールマインドに近づいてるって感じですよね、3周目は。だから本当の黒幕はオールマインドが全部企業でのでもなくと感じですか。行きましょう、レイ。OK、エアーがいるんだったら大丈夫だ。ああ、来ますか。あぶね。道中には企業の残存戦力が展開していますが、こちらである程度の破壊工作と防衛システム。別がないものは撃つ。待機しろ。確認を開け。よいしょ。なんかもう至る所で戦闘が。あぶねえ。企業といえど、統率をかけばこの程度。人による組織とはやはり脆弱なものです。あっつ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 あ。あー、外した。高火力型の AC だ。あー、来ますな。あいつはやばい。今のパイルバンカーで仕留めたかったな。かわいそうに。そろそろ追いかける。隊長に報告を入れておけ。誰が来る？なんか企業の何かが来てもおかしくなさそうだけどな。強化人間 C4621 レイブ。誰が来る？サプライがあるね。合流地点まであとわずかです。よし、さっさと先に進ませてもらおうかな。これあれだよね、レーザーがあって、上？ペイターか。AC じゃねえな。ぴょ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 跳ね上がってよ。上からじゃないと攻撃できないのか。ただ油断はダメだ。慎重に戦わせてもらうぜ。よし、硬いね。おー、はい。あ、トロフィー獲得しましたね。失踪。まあこの後どういう展開になるのかがちょっとよくわからないですけどね。ルビコン衛星軌道に到達。休眠を解除してください。了解です、マスターオールマイト。脳深部コーラル管理デバイスを起動。強化人間 C4621 覚醒しました。レイブ、意識を取り戻したのですね。エアだ。何が起きたんだ。脳波にも異常はない。安心しました。申し訳ありませんでした、レイブン。情勢が落ち着くまで眠ってもらうのが最も安全だったのです。状況を説明させてください。はい。ここは封鎖衛星近傍。浮上したザイレムの戦争です。あ、ザイレム起動してるんだ。私たちの計画通り、企業はコーラルを吸い上げ、ひとところに集めた。はい。あとはきっかけさえ与えれば、集積したコーラルは解き放たれ、人類に新たな地平を開くでしょう。なんかコーラルリリース。レイブ。そしてエア。気づかれてる。そのトリガーとなるべき存在があなたたちなのです。オールマインドが気づいてたぞ、エアーの存在を。なんか言い方の感情がすごい怖かったっすね。強化人間 C4621 通常モード移行、新着メッセージなし。レイブ、オールマインドから依頼が届いています。はい、私たちはコーラルリリースを、人とコーラルの可能性追求を選んだ。そうだね、決めたからにはあとは進むだけです。そうです、選んでしまったからね。障害があろうとも。いや、どういう展開になるんでしょうね。ああ、ザイレム制御修正。ザイレムに仕掛けられたパラサイトモジュールの全破壊。はあ、はい、というわけで皆さんね、ご視聴いただきましてありがとうございました。3週目の、チャプター5、ここまで来ることができました。果たしてこの後の展開気になるんですけどもね、楽しみにしておいてください。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。お疲れ様です。